は厳しい残暑が続いていますが、朝夕はだいぶ涼しくなりました。虫の音が秋の気配を感じさせます。皆さんはどのような時に秋の訪れを感じますか？今週の稲チャンネルはご覧の内容でお送りします。稲市は東京都新宿区三宅村、愛知県知立市、福島県会津若松市、猪苗代町、静岡県磐田市と友好提携を結び、教育や文化、産業などさまざまな分野で交流しています。今回は友好交流50年を迎える東京都三宅村との交流を紹介します。ここは東京都三宅村。東京都心から南へおよそ 180km、 伊那市からは高速バス、客船などを乗り継いで10時間ほどかかりますが、直線では南南東におよそ 240km の位置にあります。中央に標高 775m のお山がそびえる火山島です。面積は55平方キロメートル、形はほぼ円形で、直径8キロメートルは伊那市駅から高遠駅までの直線距離と同じです。年間平均気温は 17.7 度、30度を超える日や0度以下になる日は少なく、1年を通して温暖な気候です。大自然に囲まれ、国指定天然記念物の赤コッコなど多くの野鳥が生息するバードアイランドとも知られ、黒潮の海では釣り、ダイビング、海水浴などマリンスポーツが盛んに行われています。こちら高遠町歴史博物館にある江島囲み屋敷です。江島は生涯を終えるまでの28年間この屋敷で余生を過ごしました。江戸時代中期に起きた江島・生島事件により、徳川六代将軍家信の側室に仕えた大奥お年寄りの江島が高遠へ、歌舞伎役者の生島慎五郎が三宅島へ流されました。多くの関係者が処罰され、大奥最大のスキャンダルと言われたこの事件、三宅島に残る民謡江島には、花の江島が辛いとならば手繰り寄せたい膝元へという一節が残っています。しかしこの大きな事件が後に伊那市と三宅村の友好の絆を取り持つこととなりました。この歴史的な事件が縁で、昭和45年4月に旧高遠町と三宅村の間で友好町村盟約を締結、交流が始まりました。島唯一の小学校、三宅小学校では、毎年夏休みに5年生の皆さんが数日間の日程で高遠を訪れ、歴史や文化に親しむ高遠体験学習を行っています。体験学習では、高遠北小学校の子どもたちとお互いに伝統芸能を披露するなど交流を深めています。9月の高遠城下祭りには、三宅村や交流協会の皆さんがお越しになり、お祭りに参加し市民と交流しています。また秋には伊那市から三宅村で開催される産業祭を訪問し交流を深めています。高遠町藤沢にお住まいの星名益明さん、三宅小学校の子どもたちが高遠体験学習で伊那市を訪れるときに、農業や川遊びなど三宅村では体験することが難しい体験を準備して迎え入れています。イモリが朝の田んぼの水かける水くりというところに、寒い時にはそこのところに固まっておるだよ。100匹の養取ってきて、それを子供が来た時に丸輪を作らせて、その中で無事やけどね。
ほんと子供が喜んで中には掴む人もいるし、 お土産に持って帰りたいという人もいたし、いろいろだけど、あの夜その頃になるとホタルのケースで、ほんとそれを子供が見て、ほいでわーっつって背中にたがったり手に掴んだりして喜んで、結局自然が相手だもんで、なかなかその気候とかそういうことで思いにいかない場合があるけど、今のところ大体大丈夫だった。2,3 回行ったことがあるけど、子供たちと俺の目が合うと、俺の周りに子供たちがみんな寄ってくる。これは嬉しい、涙が出る、本当。それだけやっぱ子供にが覚えててくれたってことはない、俺にとってもいろいろありがたいことだし、島の人たちも一生懸命俺たちのことをいろいろ案内から始まって目でも見てくれる、まあできるだけ頑張ろうと思ってる。はい、熱い思いを持って交流を行っている方のお話を聞くと、これからも長く交流が続いてほしいと感じます。では三宅村の皆さんは伊那市との交流をどう感じているんでしょうか。東京都三宅村役場で友好都市交流を担当されている大橋亮太さんにお話を伺います。三宅村の皆さんは伊那市との交流をどのように感じられていますか。江島の眠る伊那市と、生島新五郎の眠る三宅島のご縁はほとんどの島民が知っていると思います。子どもたちは毎年とっても楽しみにしています。また伊那市からは三宅島の産業祭の時に、リンゴや味噌、高遠まんじゅうなどの特産品のブースを出していただいていて、島民にも人気があり、いつも大盛況です。はい、これからも人と物との交流をですね、続けていけたらと思っております。今年の4月の式典がですね、コロナの影響で中止となってしまって本当に残念だったんですけれども、ただ伊那市と三宅村の交流がこれまで50年続いてきたのは、伊那市の皆様と三宅村の島民と、人と人とのつながりを大切に育んできた結果だと思っております。まあ、このつながりを大切にして、これからも、友好交流をさらに深めていけたらと思っております。伊那市の皆さんへメッセージなどありましたらお願いしてもよろしいでしょうか。伊那市の皆様には、三宅島の自然のエネルギーを体験していただきたいと思っておりますので、コロナが収まりましたらぜひ遊びにおいでください。島民一同心よりお待ちしております。新型コロナウイルス感染症が収束し、各地へ旅行ができるようになった時には、三宅村をはじめとする伊那市の友好都市に足を向けてみるのも楽しいかもしれません。市民の皆さんには友好都市に興味を持っていただき、知っていただきたいと思います。行政官はもとより、互いの住民が行き来することで交流人口を増やし、交流を深めることでお互いの町の活性化につなげる一歩としたいと考えています。今年度中止となった交流事業については、来年度改めて実施する予定です。広報番組や伊那市公式ホームページでご案内しますので、ぜひご参加ください。伊那中学校吹奏楽部です。バンディ1区、最後まで全力で、まだまだ続くよ。せーの、伊那チャンネル。中学校吹奏楽部33名の生徒が日々練習に励んでいます。伊那中学校吹奏楽部です。私たちは1年生8名、2年生10名、3年生15名、計33名で活動しています。
今年は演奏を披露する機会が減ってしまいましたが、吹奏楽部では泉ヶ丘祭定期演奏会での演奏を精一杯頑張っていきたいと思います。これから今年の課題曲2曲を演奏します。1曲目は課題曲4エールマーチ、2曲目は課題曲1トイズパレードです。お聴きください。
次回は東部中学校合唱部の皆さんをご紹介します。続いてお知らせです。新型コロナウイルス感染症に関する正確な知識を身につけていただけるよう、長野県が新型コロナウイルス感染症対策長野県民手帳を作成しました。この手帳には新型コロナウイルス感染症の基礎知識や基本的な感染防止方法、感染した場合の検査から退院までの流れのほか、毎日の健康状態や行動を記録するページ、各種相談窓口、業者の方向けへの感染防止対策など多くの情報が掲載されています。司法9月号の各地区配布に合わせてご家庭に一部ずつお届けしますのでご活用ください。伊那市や各支所の窓口でも無料配布していますので、必要な場合はお問い合わせください。お一人お一人が感染防止対策を徹底し、不当な差別や偏見を避けて互いに支え合いながらこの難局を乗り越えていきましょう。引き続き感染拡大防止対策へのご協力をよろしくお願いいたします。高遠石工の魅力に触れてみませんか。今高遠町にある石仏を巡ると素敵なプレゼントがゲットできます。来週は石仏を探そうなどについてお伝えします。それではまた来週。